んにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。すいません。はい、始まりました。はい、みさきの部屋です。やれやれや、それは。よろしくお願いします。はい、今日は何を持ってるかと言いますと、こちら、おくるみスティックを使いました。近いですね。今流行ってるんだよね。はい、これを使って、色気のあるモダンゴヘアを作ってみました。あ、大人っぽい。はい、大人っぽいおくるみをちょっと作ったんですけど、これを巻きつけるだけで、やけどもしない、すっごい簡単にこんなおくるみが作れます。まあ、はい、コテが苦手な方とかな、ね、アイロンが苦手な方に結構おすすめなやつやな。はい、はい、ぜひこれを使って皆さんやってみてほしい、やってみてください。はい、頑張りました。はい、頑張りました。はい、ありがとうございました。はい、いや、まだ終わってない。今からです。見てください。はい、はい、それでは動画スタート。ミニのオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらに伸ばして、毛先から順に上に伸ばしていきます。髪の毛全体を高めの位置でまとめていきます。このくらいの位置でまとめてます。ゴムで小さいお団子状に結んでいきます。爪先で引っ張るように裂いていきます。先の部分を少しねじりながら巻きつけていきます。ヘアクリップを使います。クリップで留めていきます。おくるみを出していきます。おくるみスティックを使います。おくるみスティックを巻きつけていきます。少し時間を置いたら外していきます。今日はおくるみスティックを使って映えるお団子ヘアを作ってみました。すごい簡単におくるみできるので、ぜひやってみてください。色気もあります。